でそういう中でちょっとバスケのこと井口さんとがっつり喋ろうと思って、おっしゃ、隠さなきゃいけないところは全部ピーで隠して、千田瑠衣選手、そう、本橋選手、そう、すごい、WNBA ですぐプレーできる選手2人挙げるとしたら誰って聞きたい。 WNBA で日本人から選ばれなかったら、はい、WNBA のスカウト何しとんやって。女子の先行きが明るいなという話がある中、はい、いやーこれやっぱ言うした男子要はもうバスケの試合でこれお金かけるってことですから、そう、ウルスポーランの皆様、こんにちはでございます。さあ今日は久々にですね、もうオープニングを撮った以来、ここの128さんからですねお送りしてるんですけれども、今回はゲストが来ていただいて、そこで疲れるまでトークしようと思います。今回のテーマはバスケットでございます。バスケットといえば私も BeMy Hero という番組やらせてもらって、もうこの方に何度番組を助けてもらったか、早速呼びさせていただきます。バスケットボールコメンテーター井口元文さん、井口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回ちょっとバスケットも、僕もともとバスケットやってましたし、はい、でバスケットボールの番組やってましたし、いつもお世話になってます。いやいや、僕は久しぶりですよね。いや、そうですよ。まあこのね、オリンピックも終わって、うん、これからまた新しい新シーズンが向かっていく、はい、でそういう中でちょっとバスケのこと井口さんとがっつり喋ろうと思って、おっしゃ。でしかもですね、今回は別にこれ B リーグさんのあれとか全く何ももらってないんで、はいはい、結構 P でやりながら好きなこと喋ってもらいます。小林さん、本当大丈夫ですか？僕が大丈夫ですけど、小林さんほらいろいろ立場、いやいや立場ありますけど、僕も編集によって隠さなきゃいけないところは全部ピーに隠して、本当そこら辺はくれぐれもよろしくお願いします。自分はいいんですけど、小宮さんが大丈夫です、大丈夫です。僕は何も全てなくてもこれがあるから大丈夫です。いや、ということで、はい、まあ、まず井口さん、あの YouTube チャンネル始めましたよね、はい、で、まあ、どうですか、実際やってみて、どういうファンの方が来てくれてるとか、どういう見られ方してんだっていうのって感じます。いや、だから最初はその、はい、小根さんも僕らってやっぱり選手をいかに美味しくするかとか、うん、チームとかスタッフの人たちの苦労を、あの見えない部分をどうやって世の中に伝えていくかだったので、まあ、あの例えば番組でも、うんうん、小根さんもそうやと思うんですけど、言えることと言えないこととかいろいろあったりするので、はい、まあ、そういうあのこぼれ話をなんかこうアーカイブで残せればなと思ったんですけど、意外と B リーグファンの人たちがやっぱり、うんうん、ロス、レギュラーシーズンで負けてしまって、やっぱチャンピオンシップ出場できなかったチームの人たちは、うん、一足先にちょっとシーズン終わっちゃったので、うんうん、少しこうロス気味だった人たちがすごい、見てくれてる感とか、うんうん、あと意外とルールもやっぱり、そう、細かい、あのルールって意外とよくちょっとクリアじゃないよとかっていうのもやったりすると、だ僕らよりちょっと先輩とか同い年ぐらい世代の人たちが結構見てくれてるのかなと。まあでも今回はちょっといろいろやっぱり踏み込んでいろいろ話をしたいと思って、よろしくお願いします。もともとでも井口さんってこのバスケットボールコメンテーターになるこのいきさつで言うと、バスケットもともとやってたんですよね。そうですね、自分もずっと競技やってて、うん、で大学まではあのまさに富山グラージーズの浜口ヘッドコーチ の、はい、あの指導を受けてやってたんですけど、うん、まあ、怪我で現役続けられなくなったんで、はい、まあ、アメリカの大学にその後進んで、うん、なんとかこのプロのバスケの仕事を続けたいなっていうことで、うん、最初通訳をずっとやってて、はいはいはい、まあ、ベンチでコーチとか選手の間に入って、うん、そういう通訳の仕事をずっとやってたんですけど、うん、最後はやっぱ営業メインの仕事をしてました。あと井口さん、僕そのウィキペディアを見させてもらった時に、うん、日本人で初めて得た資格があるじゃないですか。FIBA の国際代理人、国際公認代理人の資格があって、はい、これがね、僕はちょっとどういうものなのか知りたい。もし話せる範囲なんですけど、いやいや全然、今あれかな、アジア、ヨーロッパ、はい、南米、北米とかっていろんな箇所で試験が受けれて、はい、当時はそのまだ田臥勇太選手しか日本人 NBA 選手いなかったんで、はいはいはい、そういう国際間移籍をするときにどうしてもトラブルが起きがちなので、はい、FIBA、うん、サッカーでいうと FIFA が一応、はい、あの弁護士資格を持っている方、うん、もしくはその国際公認代理人の資格を持っている人がその国際間移籍に関しては面倒見なさいよっていう資格があって、すごっ。第二の田臥勇太選手出たら、次誰が日本人選手 の、 その代理人やるんだっていうの、誰も心配してないけど俺だけ心配してて、そう、どうすんだべみたいな。 で、うん、でその時はあのFIBAの本部はジュネーブにあったんで、はい、ジュネーブまで受験しに行ったら、 お前ジャパンから何しに来たみたいな。お、いやいや、ジャパンプロバスケットボールベリーホット言って
で受けたら、うん、あのまあ合格できて、すげえ。なんで今あの代理人の資格持ってが活躍されてる方はたくさん日本もいるんですけど、はい、あの当初はすごいどうやって取ったんですか、うん、ってあの聞きに来てくれる仲間もいっぱいいました。うーん、いやでね、やっぱりこういうさ、オリンピックの話は避けて通れない、バスケットの、いや、女子はすごかったですね。まず女子からいきましょう、うん、で僕らの時代で言うと、そのインターハイ、ウィンターカップとかで、うん、ツーハンドシュートをやめた方がいいんじゃないか論とかもあったじゃないですか、うんうんうん、ワンハンドに変えないとダメだったんですけど、はい、でも今このオリンピックでもうツーハンドシュートで何も沈めないわけ。いや、本当に本当にあのワンハンドシュート論を唱えてる人たち全員、皆さん出てきてくださいはい、銀メダル取ってますけど、いかがですか。まあ野球とかもそうやってますけど、うん、そのフォームがとか、はい、あのとかでもう囚われない世界をこの女子代表は見せてくれたんで、うん、もう彼らの戦術とかスキルとかに、うん、この僕らが何か語っていい世界じゃ、いやもうなくなりましたね。っていうか、そのトム・ホーバスさん、まさに実業団でも史上最高の外国籍選手と言われたあのトム・ホーバスさんを改めてどう見ました今回。いやー、まあ、感動した人いっぱいいると思う。トム・ホーバスさんのそのコーチング戦、うん、なんで例えばその外国籍選手をダブルリーグに入れるかべきか問題、うん、はいはいはい、でもメダル取っちゃってて、うん、実は自分元同僚っていうか、まあ、後輩の子が NBA からのインターン終わってから、はい、日本のリーグの仕事した子が、うん、ダブルリーグがあの外国籍枠を検討するっていうんで、はい、ちょっとあの俺東京オリンピック決まるもっと前に、うん、ダブルリーグの職員やってたことなんですよ、うん、でそれで彼のミッションは外国籍枠を検討してなんとか導入できないか探るっていうミッションで行ったんだけど、はい、結局外国籍枠設けず、はい、設けないですね、そう東京オリンピック突入してきた、はい、でもそれもこの外野が言うんじゃなくて、うん、ホーバスさんに決めてほしいなと。なるほどね、ここまで来たらホーバスさん見てますかこのウルスポー決めちゃってくださいいや聞いてみたい、本当外国籍枠なくてもいいんだっていうのか、いや試合数増やしてほしいっていうのか、いやもっと減らしてほしいとか、うん、リーグ戦じゃなくてトーナメントをもっととか、こういう風にトーバスさんがオリンピック終えてリーグが見方面白いな、ね、サッカーもなでしこがその後、はい、もさあんだけのあれで今度 WE リーグって始まるけど、うん、ちょっと時間かかった、はい、で僕らもできればそんな時間かけずに女子リーグ盛り上げていくには、うん、リーグ戦がどうなったら、うん、ホーバスさん的には、うん、まあ、この次のオリンピック、はい、ワールドカップに向けてもいいのかっていうのはいやホーバスさんに決めてもらいたい。江口さんは逆に B リーグとか の、まあ、あのビジネスも見ながらですけどどういう思います。僕は今このタイミングだからこそ絶対外国籍選手入れた方がいいと思ったんですよ。そうではメダル取っちゃってるんですよ、その、うん、いない状態でメダル、うん、取っちゃってて、うん、ひょっとしたらそれが日本人ビッグマン の、うん、あの女子選手たちのプレータイムの確保にもつながったって捉えてるのか、うん、それともこう小根さんの言う通り、うん、新しいリーグでやっぱりいた方がいいって捉えるのか、うん、僕はやっぱり今回そのトーナメント入ってからのとにかく外国チームの強みってトーナメントの強さ、うん、一発勝負の強さ、うん、明らかにやっぱりアメリカ予選三味線引いてたなと思ったんですよ、うん、で急にもう距離関係なくガコガコ決め始めたじゃないですか、やっぱり、うん、あれを見た時に高い背の高い選手とかがたくさん入ってきたことで、そうするとそういう人たちをどうやって工夫すれば抑えられるかっていうのが分かる気がするんですよ、うん、なんとなくね、なぜか外国籍枠があると、そう、うん、だけどなんでそれが僕はやった方がいいかなと思ったら、やっぱりホーバスさんのあの言葉がすごい印象的で、うん、金メダルを我々が取りに行くんだ、うん、でそう結果はメダルなんですよ、うん、銀メダルマジすげえなんですよ、うん、だけど金メダルを我々は取りに行くんだっていう言葉が僕はそこにめちゃくちゃ可能性を持ってて、それをこのタイミングでやり続けたらおそらく例えば背がちっちゃいとか関係なく、だって背っていうものはまあスナルダンコで言ってましたけどね、田岡茂一がね、もう魚住を見てお前の技術を上げることはできるけど俺は背を伸ばすことができないっていう、そのでかいことはお前の才能だって言って、僕もでかいことはめちゃくちゃそれはもう環境による、そうあの一つの個性だからってなってくると、富樫選手とかやっぱりそのでかい相手を相手にしたからああいう戦い方を学んだ、うん、来たりとかもしてるし、そういう選手をもっとやっぱり見て思ったのは、そのドライブをめちゃくちゃしに行って、うん、中をかき乱そうとする勇気がやっぱりあるんですよ日本の女子チームって。だから町田瑠唯選手、そう本橋選手、そうすごい、でもそれはチンチンにしてましたね、そうでブロックされてもガンガン行くっていう勇気があるじゃないですか、うん、ってなってくると次のステップとしては
中に入ってブロックされないようにどうしていくか、うん、ってなってきた時に富樫選手はフローターシュートを覚えて、あれが無敵と言われたじゃないですか、うん、これさ同時に俺はそのあれだけインサイドでスコアがこうやっぱりサイズの問題でスコアできないから、ある程度チームとしては割り切ってもう3ホールしかなかったっていうのもこう意図は してたかしないかの別として、あれだけの3をこうが勝つには必要だったっていうのもあるなと思って、そうなんですよ、だから本当ホーバスさんにどう思ってらっしゃるか聞くんだよこれ。ちょっとあれですね、あのリージになった中川明乃さんに送りましょう、そうそうこれを見てくれと。そうオリンピックで負けてきたりとか勝った歴史の中でリーグがどうなってる方がいいのかは聞いてみたいですよね、うん、USA との決勝戦の前日に2人連絡あって、はい、1人は久しぶりに連絡あった NBA のスカウト、はい、アジア担当スカウトやってる人から久しぶりに連絡あって、はい、もう1人は代理人でエージェントやってる人なんですね、はいはい、2人からアメリカから連絡あって、うん、今のチームジャパンの女子で、はい、その WNBA ですぐプレーできる選手2人挙げるとしたら誰って来たら。え、これちょっとピー入れた方がいい、もし2人挙げるとしたら。でもそれ僕が決めんじゃなくて、でまあ一応聞いてきて、まあ、聞かれたから答えたのは、うん、シューター陣がその時、うん、ファイナル前でフランス戦とか終えたばっかりで、はい、まあ、すごかった、うん、けど WNBA 少し見てる、うんうん、中で2人挙げさせてもらったら、町田選手だとすごい多分子供たちに人気出て、はい、WNBA もめちゃくちゃビジネスなんで子供たちにすぐ人気出るから、うん、スターターじゃなくても短い時間ですぐチームのマーケットに貢献できる選手だと思います、うんうん、とあと赤穂選手。うわ来た来た赤穂さんか僕が聞かれたから答えてた皆さんはもっといろんな、いやこれはいや僕今聞いて感動した、今ゾクゾクった。ビグマもいっぱいいるんで、うん、もしすぐ出せって、うん、だから WNBA はやっぱりサイズもあって、うん、赤穂選手のアスレチックだったら、うん、短い時間でもすぐ仕事できるし、うん、チームジャパンのオリンピックの試合全部見たら、うん、日本のスリーポイントシューターがどれだけ素晴らしいか、すごい僕が言わなくても分かる。分かります分かります。赤穂選手って結構プレータイム制限があったかなと思ったんで、はい、もうワンプッシュぐらいしないと、うん、ひょっとすると、うん、あれかなと思ったんで、あの WNBA で今回のチームジャパンから WNBA で日本人から選ばれなかったら、うん、WNBA のスカート何しとんやWNBA のスカート何しとんやシルバーメダルのシルバーメダルよね。 WNBA ゼロっすよ、うんうん、あないっすよ、そうっすね、うん、でもそうなってくるとまさにこのこうアジアの枠、うん、アジア枠で要はマーケット、うんうん、っていうところの見方はこれからちょっと出てくるかもしれないですね。いやでもね、井口さん、僕、まあ、ビジネスの面で一つ懸念してるのは、はい、やっぱりこの日本人の性質上、うん、あの銀メダルが出た瞬間にやっぱりどうやら聞いたら、あの W リーグのホームページパンクしたらしいんですよ。おー素晴らしいっていうのを聞いた、うん、ただこれが怖い、僕らはやっぱり芸能界という世界にいて、うん、僕のサンミュージックという事務所は、うん、特に一発屋芸人をいっぱい見てきた、うん、先輩方ですで、すごいことよ、すごいことなんです、これはディスってるわけじゃなくて、うん、消費されるだけを見てきた人間でもあるんで、うんうん、まさになでしこジャパンと一緒の現象が起きてしまうと、うん、これが実は一番ビジネスでは怖い、うん、でもタイミングとしては川瀬直美監督が一番の上の理事に入ってきたので、うん、そことの折り合いをどうちゃんと協会が柔らかくなってくれて、うん、どんどんこう先行先行先行、うん、見せていくものにしよう、見せていくものにしようって、女子バスケこんな素晴らしい選手いる、こんな素晴らしい選手、ファッションが可愛い選手もいる、こんな選手いる、こんな選手、みんなのアイコンになっていく選手を入り口としてめちゃくちゃどう B リーグみたいな真似をして作っていくかって僕結構勝負だと思ってるんですけど、それはやっぱ井口さんも感じませんか。今はそのコロナになったんでバブル開催じゃないけど、あの愛知県だとここ小牧であってとかって言って、はい、一箇所開催で、うん、あのできるだけあの選手とかチーム移動を減らして、うん、あの1日で大田区大会に行くとこの銀メダリストがもうずらっとずらっと見れるとかっていうあのスケジュールで昨シーズンはやってたんで、うん、あのぜひ皆さんにもですね、そのメダリストが、うん、1日で何チームも見れる環境をキット W が作ってくれるはずなんで、うん、足運んでほしいですよね、うん、あの本当すごいゲームしてるんで、すごい、うん、めちゃくちゃ面白い、うん、で、まあ、移籍も例えばね、エネオスさんとかだったらやっぱりその宮沢さんがこのタイミングで移籍したりだとか、そういうところも含めてすごい強かったと言われてるチームの選手がパパパッと結構散ったりとか、で去年久々にありましたね、本当にで去年もやっぱりトヨタさんがああやって優勝した時に、うん、いよいよ牙城が崩れたかと、うん、でそういうところの日本リーグの面白さがあるんで、うん、それはぜひ見に行ってもらいたいなって。でも僕はやっぱ
ぱりビジネス面的な側面で言うとなでしこジャパンの刺激がやっぱりあったから、うん、あれを悲劇と呼ぶのが失礼なのかもしれないけど、うん、でもそこにラグビーもそうですよね。いやまさにそう、本当にアルバルカプ4っすよね。そうなんですよ、うん、だからそれここから今勝負、うん、やっとスタートライン立ったのかなっていう気持ちもするから、うん、それは本当にだから今 TikTok とか見てもすごいですよ、うん、町田選手のおすすめ動画めっちゃ出てくるみんなも切り抜いてマジですごいですよね。いいですね、もうこの若い世代にもバスッとハマってるって。そうだからそういうところでまあやってほしいなっていうところがあったんですよ。あの、まあ、当然リーグのスタッフ、うん、あの少数制ですっごい頑張って、うん、なあのできることとできない範囲があるんですけど、コート上で頑張ってくれたら今度はコート外のスタッフのここ頑張りで、はい、僕らもコートの外からもちろんもちろんやんないといけないし、こう、まあ、個人的な意見ですよ、はい、当然オリンピックナショナルスポンサーでいろんなこう あってその権利を、うん、のためにこういろいろこう協賛してくださって成り立ってるあのスポーツビジネスなんですけど、時代的にどうなのかは別として、まあいろんな権利のことも一旦取っ払って全部なんかいろいろトライできるような世の中になっても面白いのかなと。そうですね、なんかね、そんな気はしますね。まず井口さんが感じる今の B リーグの問題点って何かあったりします？リーグ戦でラマスさんの姿ほとんど見たことないです、うん、トト始まる直前シーズンにまだ2人しかプロレフリーがいない。そうか、テクニカルフォワードバッキンだってそうなんですよ。 B3 とは思えない戦力がまた来てると、うん、すごいですね。 B3 すごい、だから第2手数料は必ず 10% 必ず払うと、はいはい、移籍をシーズンがさせたいとかじゃなくて現象としてそうなったと俺は思ってます。